学食の新メニューにチーズカレーがあったけど、生徒会長権限使ったでしょう。そんなわけないでしょ。本当に？なんだこれは。ミミミどうしたの？まずい。俺はともかくミミミの様子までおかしいとひなみにバレる。水沢は今まで通り接するってパターンもあるとか言ってたけど、無理っぽいです。お、ブレンは麻婆丼？ミミミはラーメン？友崎、なんだ？昨日のことなんだけど。まあ、あまり気にしないでほしいというか、その、忘れてってわけじゃないんだけど、なるべくいつも通りにっていうか。おう、わかった。へえ、そうなんだ。葵もそうだろ？そうそう、私と高博が付き合ってるのかって聞かれたんだよね。確かにあの二人すごいお似合いだもんね。それ自分で言うか。そういう友崎くんはどうなの？この場を生かしてさっさと課題をやれって圧力をひしひしと感じる。俺？そうそう、なんかなさそうでありそうっていうか、ありそうでなさそうっていうか。いや、どっちだよ。なくはないよな。この間女子校の文化祭にも行ったし、普通に女の子と話してたもんな。あれからなんかあってもおかしくはないな。そうなんですか、ブレーン？いや、なんもないって。どうしたの、ミミ？何が？今日なんか変。あ、それ私も思った。ミミミ、なんか隠してる感じじゃない？別にそんなことは。ちょっと、今絶対こっち見ちゃダメでしょ、ミミミさん。まあ、その話は置いといて。おっと、ラーメンが伸びる伸びる。ほら、みんなも早く食べないと冷めちゃうよ。